どうも皆さんはこんばんちは、アニジャです。ザ・サージー続きをやっていきましょう。ちょっと間が空いたかな。さて、武器のアップグレードでどうやらなんかもうタングステンアロイマーク2か2まで集まってんのかな、これ。カスタマイズできそうなんだよね。そうすればこうもうちょっとダメージが当たって、このパックスが、パックスの爪みたいのが強くなりそうなので、ちょっとウォーミングアップがてら行きたいですね。ふい。ふっ。ああ、了解でした。そうね、あの棒使いみたいなの2人をどうやって倒すねんみたいな感じになったのは確かに覚えてるね。うい。ああ、痛い。感度が高いな。うん、こんぐらいでいい。全然クイックイッと曲がりすぎて、パスパスパス。ああ、こっちはそうか、75のやつだな。で、裏には何も特にないと。さて、こっからどうしようか。お間違えた。パーカスコンサンプションまだ20じゃん。おーい、イエーイ。ういっ。あ、なんか新しいライノギアが手に入ってるね。頭シメティックアンロックって。ああ、上上がれる。結構上行くね。わお、なんかすごい嫌な予感しかまたしないよ、これ。いてぇ。アホか、アホか、アホか。帰る帰る帰る。危ねえ危ねえ。いってぇ。なんだあれ、めちゃんこ強いぞ。あ、なんか落ちてる。このリフトまだ動かないね。いやー、めっちゃ強いじゃん今の。 This is not a scheduled break time。予定通りの休み時間じゃないっすよって言われた。そんなこと言われてもね、ちょっとずつこれでスクラップを集めて自らをカスタマイズするしかないよ。やっぱこう無防備な部分を攻撃してればひるみやすいってことなのか。ちょっと研究は必要ですね。これだな。そうだね、多分ガードのないところを狙っていけばガンガン前に進めるな、こりゃ。
はい。はい。あとは頭か、狙うとしたら。うい、頭を結構狙っていくと体勢を崩せるのかもしれない。こういうことか。いや、ちょっと待って、なんか変なの構えてない？なんか確実に飛び道具だよね、あれは。おお、危ない危ない汚いなあいつ。右腕を狙っていけんだろ。なんかすごいガチムチじゃないですか、この人。これ発射台みたいになってる。特に何もないか。うわ、反対側になんかいるよ。誘った方が良さそうだね。いやー、こいって、とりあえず周りは何もいなかったか。ショートカットを1個ぐらい作りたいよな。ああ、いた。ふいふいふい、あ、これで全然いけるね。ちょっと待って、すごい食らった。中になんか銃構えてる人もいるしな。こっちは大丈夫だな。ここが仕掛けでウォーフ的な感じかな。そうするとショートカットになるみたいな。下にもいらっしゃるな。どうぞ。はいはいはい、いって危ねー。
はい。おお、カウンターならねえ。オッケー。ああ、出たよ、また。これで。あ、チキシ。これでブチから離れてもらう。いや、なんで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 。めちゃくちゃジャンプしてたけど、今の絶対俺のジャンプじゃないよね。オッケー。はあ？そんなところに穴が。ちょっとほっとした瞬間にこれだよ。やべえって。え？ Happy to help.やばいやばいやばい、これはやばいよ。大量のマニーを俺は落としてきてよ、あそこに。ほいっ。オッケー、頭を狙い、頭を。オッケー、刈り取れ。あと3分しかない。元の場所に戻らないと。明かりついておこう。うわ、いって。くらえ。落としたー。うわー、急ぐとダメだ。やべえ、すまねえ。スクラップがどんどん先に落ちていくだけだ。おい、いいかい。はい、読んでる。ほい、はい、2回。オッケー、これで全開。一周、もう一回戻ろう、一回戻ろう。いくらなんでも進まない。4000回収して帰ればとりあえずなんか強化できそうな気がするし。お、びっくりした今の。何に、いやー、ここの敵のパターンが読めねえな。これか。あー、まあ、ライのボディギアーって書いてある。ディフェンス12、今つけてるアイテムはどうなんだ。あ、こっちディフェンス6って書いてある。こっちすると、なんかちょっとこう、箱ですね。あー、こっちを上げてもいいけどみたいになってるね。
パワーがいるね。スタミナはでもこれ上がるっぽいぞ。で安定性が高いからガードして弾きやすいんじゃないか、こっちの方が。作ってみよう。ドゥン、こっちも作ってみよう。とりあえずライノ社製のドゥン、すごいドゥーンっていうの好きやね、これ。パワーが足りねえ説。あーでもすごいスタミナの減り 10% 上がるじゃねえか。あーでも57になった。あーでもしかもなんか走行がちょっと前に増えた気がしないでもないね。え、ライトちっちゃ。あ、でもなんつーの、こうちゃんと前を照らしてくれる、これは素晴らしいね。で、3000あればパワーが1上げられる。そうすれば目玉を取り替えられそうだね。じゃあ3000だけ集めてくるか。おる、きれい、よし。これで間違いなく頭変えられるだろう。ショートカットが多分左側降りてすぐなんだろうな。で先行けばっていう話なのかもしれないね。これ以上のショートカットがここにあるんだろうか。いけ、パワーを上げるぞ。で、頭を、あれ、あ、1しか使わないんだ、この目玉。この目玉1しか使わないんだ。へえ、それは知らなかった。でもう1上げないといけないの。28、あ、そうだね、もう1つ上げないとみたいな感じだね、多分。マジか、もう3000回収する旅に出る。3000だっけ。3800。Come back anytime. Okay. 頭だけじゃなくてもなんかこう守られてない部位だったらなんとかなりそうだな。こいつらを倒して頑張ってちょっと稼ぐしかない。いけ、相変わらず入らねえな。弾きは入ってんだけどね。おい、頭くれ。このね、爪もそろそろカスタマイズできるっぽいんだよね。おい、おい、すごい強そうに見えるんだよね。
け。どっかにこうショートカットをつける道。あ、なにこれ、なんかあった、ショートカットっぽそうなやつが。あ、これでやつの後ろに回れるんだ。そういうことだ。よしよしよし。何の足音だ。ふい、ほい。あー、そこにもいるね。っていうか、イスジだね。おかしいね。ははは、私のドローンのビームは壁をも貫通するので。やべやべやべ。えい。HP よこせー。なんか下から上がってきたよ。危ねえ危ねえ危ねえ。あぶねえ。あいつ獲物が長いから。おお、危ねえ。やばい、なんかすごく苦戦してるこいつ一体に。ええええ、よし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 。なんだこれは、難しいぞ。そしてなんだこのダクトは。あー、そこに一体いるー。ここはどこなんだー。60ないとリフトが上がらないだって。落っこちたら死ぬやつだねこれ。あー、でもあっち側になんか道っぽいのがある。あー、いらっしゃるー。うわー、お怒りだー、お怒りだぞー。なんかすごい頭にかっこいいのつけたなこいつ。あ、こっち行っちゃったよ。あ、やべやべやべ、これ崩しだ。おいおい、痛い痛い痛い。うい、やめてー、見えないんだー。うい、ちょっとずつちょっとずつ。そう、はい、突っ込んできて。はいはい、7だけでもいい。1与えろお前は。オッケー。あー、かっこいい頭持ってたなこいつ。っていうかこの階段降りるだけでどんだけしんどいんだよ。またいないよねこれ。っていうか俺どこに行こうとしてんのこれ。ほんとショートカットあんのこの先に。嫌な予感しかしない。ちょっと3000円欲しかっただけなのに。こっちからドア開かねえって出てるし。じゃあどうすんだよっていう。戻るしかないのかい。そういうことか。
そういうことっぽいね。戻って戻って後ろから攻撃するしかない。はい、左頭、左足、左足、腕。変なとこ落ちるんじゃないよ。あ、ここ落ちるとこ俺。ああ。お怒りな人来たー。ふい。よしよしよし。うそー。なぜよろけなかったあいつ。もう戻ってきたくないよ。はいはいはい。いけ。ショートカットを探そう。ここ左か？左って？なんだこの全身。ショートカットはできた。ショートカットはできた。うわ。いい。い。オッケー。よし、よしよし。頭に2回入れば終わりなんだ。やっとけば安全と思われる。これだ。足を痛い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 。あいつマジ。ゆずすマジ。うん、ついついついよろけい。はい、かい、はにかい。よし、これで OK。これで回復。後ろに回り、回収しないとね。OK、OK、OK。イエス！さすがに覚えてきたぞ。何ちょっと起動してんの？ちょっと考えよすぎるだろ。いつもの鈍感さどうした？おい、飛んでったい。びっくり。うわー、下の方で歩き回ってんだ、この音。あ、オップスって書いてある。あ、こっち側に休憩所あるぞ、きっと。イリーナ？This is useless. What the hell did I chop you up for? 嘘、なんか喋ってる。どこに誰がいるの？なんでこんなに声が近くに聞こえるんだい？しかも完全にこうやばい単語を発してるんだよね。なんか動いてないか、あれ気のせいか。木じゃないよねあれ。
ホラーだ、ホラー、ホラーだよこれ完全に。ふいっ、だー、やめろというわけで今回はここまで。次もお楽しみに。またな。